味しいものを美味しく出せれば一番いいなと思って。ロティサリーチキンという料理も特に何が重要かっていうと素材だと思っているので、国産の大山鶏を使ってます。2日間しっかりマリネしているので結構スパイシーです。専用のマシンで焼いてるっていうのもあって、結構胸肉までしっとり柔らかいのが特徴だと思ってます。クォーター4分の1サイズが1人前になるんですけど、一皿の中にもも肉も一切れは入る、胸肉も一切れは入る、手羽も一切れは入るという感じにはしてます。大山鶏のロティサリーチキンプレートです。美味しさ、旨味っていうのをしっかり味わっていただきたいです。ご飯との相性もいいので、たくさん食べてください。